この動画はマイペースな私が。マイペースに走る様子を。ズレズレと記録したものです。特に何も起きないはずですので。ご理解の上ご視聴ください。金魚鉢を眺めるような気持ちで。楽しみいただければ幸いです。ワンワンジャバジャバ。なのでちょっと怖い。上の効果は透明高速。問題なし。でも渡ります。狭い道が好き。入れて登坂開始。
初が一番きついです。山に入るまでが戦い。この鳥居が勾配がきつくなる合図。クライマックスの身の毛区間。バス停が見えたらゴール。山に入ると緑が増えて勾配も多少緩やかに。無理せず、自分のペースで登っていきます。ここまで来ると楽しくなってきます。車やバイクもそこそこ走ってるので要注意。視界が開けると登ってきたんだ。中中間地点的な場所。せっかくなので登ります。
が米粒のようだ。再出発、まだ登りは続きます。景色が退屈な区間、個人的感想。増えたり減ったり。ローカリー中央にヤビツ峠の石碑。ここから意外と長いので補給はしっかり。休憩して出発。下ります。いやでも速度が出てしまう。減速を怠るとこうなります。
まっていることもあるので油断できない。基本的に路面は綺麗ですが、こういう区間も無心で下る。この辺りが通行止めの原因でしょうか。水道がいくつか。資材置き場。通行止め解除から間もなくだったからでしょうか。下るよ。
段落。
それでは動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。